森下一輝はゲーム会社ガンホーオンラインエンターテイメント社長。フリーイーターから同社社長に上り詰めるという異色の経歴を持つ。新潟県で病院を経営する裕福な家庭に生まれるが、千葉商科大学附属高等学校在学中に父親が病院を売り払って新たに起こした事業に失敗したことで大学進学を断念。教師からお前のような奴は 漫才しか車のセールスマンくらいしかなれないと言われ、引っ越しの手伝い、バーテンダー、レンタルビデオ店員、工事現場の現場監督等のアルバイトで成型を立てながら、コンビで漫才師を続けるも相方の都合により6年で解散。その後、スーツ姿に憧れ1994年4月株式会社、パルテックで営業職に就く。百九十六年七月には、 ゲーム業界を志し株式会社ソフトクリエイトで経験を積み2000年3月オンラインゲーム作りのため同僚2人を誘ってドルフィンネット株式会社を立ち上げ家庭用ゲーム機向け SDK の受託開発を行うところが経営は軌道に乗らず2001年5月に大手ゲーム会社の出資を模索していた時に知人の紹介で手伝った縁で孫泰造と知り合い 孫の休眠会社に事業継続させる形で解散し、オンセール株式会社のい、e、いサービス部部長に就任する。2002年8月にオンセールが元宝、オンラインエンターテイメント株式会社に改名すると、COO に就任し、PC オンライン事業を立ち上げ、韓国グラビティ社の MMORPG、ラグナロクオンラインの日本国内における独占的。 運営権を獲得指導者を急成長させる。これは、弟の家に泊まった際に、弟が熱心に、ラグナロクオンラインをプレイしていたことがきっかけだった。2004年1月より、代表取締役社長。元宝の大株主でもあることから、元宝株が高騰した2013年以降には億万長者となっているが、住まいは、家賃20万円ほどの高段マンションで、 持ち家や高級車などにこだわりがないという。2019年7月にカプコンとの共同開発、リリースしたアルティメットカードバトルと銘打ったスマートフォン向けゲーム、てっぺんではエグゼクティブプロデューサーを務める。ありがとうございます。